めっちゃむずくない？ちょっと待って、指つりそうやって、ちょっと待って、ちょっと待って、そんな手でかくないでしょみんな。ちょっと待って、コントローラーさ、こっからこうなるんだけど、ちょっと待って、みんなどうやってやんの？ボテてちっちゃい松井ちゃん可愛すぎて助かった、恥ずかしい。松井ちゃんと手つなぐとき、子供とつなぐときみたいになりそう、可愛い。は？つながないから関係ないね。じゃあふーふーんだ、恥ずいし手つなぐとか急に言われても困っちゃうな。そこ、そこでしょ。なんでつなぐ前提なのさ。でもホロネンと手つなぐことあるじゃん、毎回ついちゃん手ちっちゃいなって言われる。ラミエちゃんとかにもね、松井先輩手小さいですねって言われた。そんなことないけどねって。ホロネンで誰が手大きいの、わかんない。祭り的に手ちっちゃいのは夜空メルだけどね、ちっちゃくて細いカリコリ。ソラ先輩は、あ、ソラ先輩でもピアノやってるから、どっちかっていうと指長くて大きめだと思うな。ヤゴは知らない。え、祭りこれ？ワンコ。ハイゲショいいね、はいはいはい、最